皆さんこんにちは。星野写真家、タイムラプスクリエイターの成澤博之です。私ね、週に1回ライブ配信をやってるんですよ。まあライブ配信をやってる理由としては、私自身がその動画スキルの向上を目指しているっていうことと、それからやっぱりこう忙しくなってくると動画の更新が追いつかない時があるんですよ。まあそういう時に、せっかくねこうやってチャンネル登録してくれた視聴者さんと距離が生まれてしまうっていうのがあるので、それをちょっとでも埋めたいなっていうことで、まあ、毎週木曜日にですねライブ配信をやってるんですよ。でですね、そのライブ配信の最中に結構ねいい質問来るんですよね。あ、この質問みんな役に立つ質問だなっていう、だから私もこう一生懸命答えるんですけど、そういう、やり取りがたくさんあったライブ配信なんですが、それをね実際に見に行こうとすると、ライブ配信で1回2時間ぐらいやるわけですよ。だからこうそこだけ見に行くのってなかなか大変だし、編集する側もなかなかそこまで手が回らないっていうのが現状だったんですけども、なんとですね、とある方がですね、そのライブ配信の映像から、あ、これすごくいい質問だよなっていうのを切り出してですね、字幕をつけて編集してくれたんですよ。めっちゃありがたいですよね。マジでこの人神様じゃないかって思ったくらいですけど、で今日はその動画をいただきましたので、そのライブ配信ダイジェストっていうことでですね、それに対する私の受け答えをお伝えしたいと思います。で今後もなんかこういったサービスをですね、その視聴者さんは続けてくれるそうなので、ちょっとその方のねご好意に甘えながら、こうやって自分のチャンネルでも発表して皆さんと情報共有できればなと思っております。それでは行ってみましょう。ならならさん、質問です。タイムラプス撮るのに皆さん一眼レフかミラーレス使われてますが、やっぱり一眼カメラが必要ですか？ビデオカメラとウェアバルブルカメラではダメですか？めっちゃいい質問ありがとうございます。ならならさん、んとね、全然いいよ、全然いいんですけど、昼間の撮影を撮る分にはウェアラブルカメラとかスマホとかビデオカメラでも全然大丈夫っていう感じですかね。要はね、スローシャッター使うか使わないかなんですよ。で、GoPro のタイムラプス機能とかって結構良くて、ホーリーグレールそこそこできるからね、GoPro って。オズモアクションも。すごいですよ。でもできるんだけど、ある程度暗くなると星が映らないっていう、その、我々が求めているこう天の川の映りまではいかないんだけど、こう露出変化はね割と滑らか、すごいなって思った。なんで GoPro とか Osmo Action とかできんのに一眼できないのとか思ったりもしますけど、それはね、そのセンシティブさが違うんですよね。露出のそのセンシティブさ、高性能がある上にやっぱりあれは難しくなっちゃうから、まあ逆を言えば GoPro とか Osmo Action がそういう露出の変化に対して鈍感ってことですよね。だからうまくいくっていう、なんとも皮肉なんでしょうね。そういうことがあります。はい。で、ビデオカメラとかウェアラブルカメラであれば、でタイムラプスやるときっていうのは長時間っていうのは無理ですね。結構ね細かくやつらシャッター切ってくんですよ、2秒に1回とかさやってくんですよ。だからね、仕上がる動画がね結構多い、長いっていうのと、静止画で残せるやつが割と限られる。やっぱり動画でそのまま仕上がってそのまま取り込んでやるならいいんですけど、ちょっと画像処理して引き締まった画像でタイムラプス作りたいなっていう欲求には耐えられないです。だから画像処理しなくてもいい、夜の撮影を、スローシャッターを使わないその夜の撮影をしないタイムラプスっていうことであれば、全然ウェアラブルカメラとかビデオカメラちょっときついかもしれないですね。ウェアラブルカメラで全然いいと思いますね。ビデオカメラについてるタイムラプス機能もまあ同じか。だからビデオカメラの場合だとまた別問題出てきますね。あんまりその広角ズームが結構立派なのがついてるから、あんまりね広角にできないんですよね。ワイコンとかあるならいいですけど、まあその辺もクオリティを求めるか求めないかってとこなんですかね。とりあえず昼間の撮影であれば問題なくできますということでお答えしておきましょうか。タイムラプス以前の星空撮影の質問です。どうぞどうぞ大丈夫ですよ。全然いいですよ。XS10 所有者です。
以前の動画で先生が XS10 の星空撮影設定を上げてますが、全く同じ設定で撮って出しの星空撮影では厳しいものでしょうか。初心者すぎてローデの加工まではいけそうもないので、まず撮って出しでと考えてますが、消えをつけることとかはありますか。まだタイムラプスを挑戦する方はロー加工スキルはあって当然なのでしょうか。そうですね、まず先に結論から言うと、 JPEG 撮って出しでも欲しいって撮れますよ。大丈夫です。ただですね、今桃田さんが頭の中で描いているその星空ってどんなものかっていうのがポイントなんですよ。それものすごく濃いゴリゴリの天の川をイメージして、それを JPEG 撮って出しで撮りたいって思ってるんだったら、めちゃめちゃ空の暗いところに行かなきゃいけないんですよね。要は、日本ってね、明るいんですよ。こうあんまり街から離れられないんですね。光害というのがありまして、その光害の、その街明かりが明るすぎて、星の光がこうかき消されてしまうというのが、まあ、光害の一種なんですけども、その光害の影響が大きいので画像処理が必要なんです。つまりその星を写そうと思っても光害が邪魔して、街の光がちょっと明るめなので星の光がよく出てこないと。だから星の光をちょっと減らして星空を炙り出すっていう画像処理が必要なわけですよね。でも、そういう光害がないところだったら結構映りますよって話なんですよ。これ写真見せた方がいいね。少々お待ちくださいね。そうでもね、やっぱりね、老現像ができないと、そのまあ老現像もちろんできた方がいいんですけど、老現像ができないと撮れない被写体だったらちょっと寂しいじゃないですか。だからね、そこはね、私はね、全力で応援しますよ。老現像できなくても撮れますよと、老現像しなくてもこういうとこ行ったら撮れますよっていうサポートはね、させていただきたいと思うね。今ね、その JPEG 一発の写真を出すから、ちょっと待ってよ。あれはいつ行ったんだっけ。 JPEG 撮って出しの画像をねアップしてるんですけど、あれこの辺じゃないかな。あった。ちょっと私のチャンネル見てる方は何度も見てるかもしれないですけど、これ JPEG 一発でーす。イエーイ。あ、顔出ます。光害の少ない、影響が少ないところで撮っと、まあ、こういう風にバッチリゴリゴリの天の川が映ります。だからそういうところに行かないと JPEG 一発では撮れないってことですね。もうこれはね、もうどうしようもなくって、簡単に言うとカワセミが出るところに行かないとカワセミ撮れないよねって言ってるのと同じなんですよ。天の川が、まあ、がっつり映るようなところに行かないと天の川がっつり映らないよねというのと同じで、画像処理は、まあ、言ってしまえば、星ちょっとしか映ってないけどたくさん映ってるように見せられる技術というか、いや、そちょっと言い過ぎだな。それやるにはよほどのスキルが必要ですからね。ゴリゴリなのが必要ですからね。まあ、そこまでは言わないんですけど、ひとまず、まあ、条件っていうのが必要ってことですね。で、例えば、あれ、光害カットフィルターの写真あったよな。光害カットフィルター。あ、これ。これが光害ですよ。これ長野の野辺山ってとこですけど、この真ん中ら辺にふわーっと出てるのが、これが光害なわけですね。でこれに光害カットフィルターというのがございまして、ある特定の波長をカットしてくれるというそのタングステンですね。 LED 以外のそのオレンジ色の電気とか、まあ、蛍光灯とか、電球とかね、そういう特定の波長の光をこうカットしてると、まあ、つまり言ってしまえば光からマイナスしてるので露出をもうちょっとかけなきゃいけないっていうことになっちゃうんですけど、光害カットフィルターっていうのを使うと、まあこうなりますよということで、これ2つ並べられるといいんですけどね。ほら、わかります？ここの辺の明るいのがさ、なくなるじゃないですか、光害カットフィルター使うと。これも一応 JPEG 撮って出し、うっ、消されちゃったでございます。うん、だからまあ、一応私もいろいろ撮ってこういうお話してますけど、やっぱりその、まあ、まだ慣れない人が最初からそういう場所を選んでいけるかっていうと、なかなかそれって難しいじゃないですか。ね、運が良ければ、まあ、そういうところも一発で
焦ることってできると思うんですけど、アメリカとかオーストラリアとかね、そういう町からもううんと離れられるところに行ったら、もう誰でも初心者でもがっつり JPEG 一発ですんげえ山の方が撮れると思うんですけど、日本って残念ながらね、そういう環境っていうのが限られてしまってますので、特にね関東圏とかね都市部にお住まいの方が大変。でもなんか北海道とか九州とかさ、九州いいんだよね、うん、ああいうところに住んでる人とかは比較的そういうのにアクセスしやすいですから、はい、ちょっと話が長くなりましたけども、つまりは、できますよということなんですが、それをやるにはまあ、それなりの条件が必要ってことですね。うん、光がいい。で、あ、参考までにですね、桃田さん参考までに、そうだ、もう一個光汚染マップ見ときましょうか。光汚染マップって調べると、このライトポリューションマップっていうのが出てきますから、でその光害の少ないところはどこなのかっていうのを調べるっていう、そういうことができるサイトなんですね。私の書籍とかにもこれはね、掲載されてますし、あ、そう、動画作ってたね、あのどこに行ったら星空って撮れるの見れるのみたいな、確かそういう動画を私作ってたと思いますんで、そういうのも見て活用いただければと思うんですけど、なんかすんげえ重いんだけど、なんでこの重いの、え、こっちで行った方がいい、ですね、まあ、こういう風に載ってて、この赤とか白とかもうダメです、全然星取れないです。でも黄色から緑に変わるところから星取れるようになります。ただここにで撮ってたとして、東にカメラを向けたら東側にこの何ですか、光害があるから、やっぱりさっきみたいに光害が出るので、 JPEG 一発だとちょっと難しくなるので、もし JPEG 一発でバッチリ星取りたいなと思ったら、まあ、この灰色のエリアを目指すんでしょうね。うん。で、もし仮にこう自分のいる位置がこの山、緑とかの黄色とか、まあ、こういう場所でも、レンズを向ける先、西とかね、例えば、この埼玉だったら西に向けるとか、この静岡だったら北に向けるとか、この辺、これ長野らへんかな、だったら、西に向けるとかね、こう南に向けるとかっていう風にすると、レンズを向ける先が結構暗いので天の川が、まあ、映るんですよ。まあ、こうやって言うとね、どん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 話が難しくなっちゃうんですけど、だからこういう黄色から緑に変わるエリアからだいたい半径20キロ離れれば星取れるかなっていう感覚ではおります。うん、という感じですね。なので、まあ日本にいるとね、こういう光害での中でどうやっていかに撮るかっていう感覚が研ぎ澄まされていくので、そのなんだろう、やっぱり画像処理でなんとか補おうとするところも増えてきちゃうんですけどね。ただまあ条件さえ揃えば、何回も同じこと言ってますけど、条件さえ揃えばいけますよということでですね、まあ、ちょっとめげずに頑張っていただければなと思いますね。もぐもぐしてすいません。もう一つ、XS10 のカメラの中にはタイムラプスを作るっていう機能はないので、撮った写真をパソコンでタイムラプスにするっていう、その作業はどうしても必要になりますので、カニフォトコンテストで入選しなかったですが、あら残念でした。来年はかっこいい写真撮るように頑張ります。やっぱりハード GND0.9 を持ってた方がいいですかね。いや、その辺は、ハード GND はソフト GND とかリバース GND と比べて、使用頻度は割と少なめですね。で、自分もハード GND1.2 を持ってるんですけど、使う頻度は結構少ないかな。例えばですけど、こう星が、まあ、写真があったとして、星撮れる環境があったとして、遠くに街灯あったら、街灯からの光って結構なんか、何かにこう木とかに遮られてビームっぽくビーって出るときあるじゃないですか。あれで、そこに合わせてハード GND かませたりするときあるんですけど、
あとはすんごいくっきりとした境界線ですよね、朝焼け広角じゃなくてちょっと中標準中望遠ぐらいの、朝焼けとか夕焼けとかをハード GNA で捉えるとか、要はその広めに撮ると中心に太陽があったとしたら周辺ってそんなに明るくないじゃないですか。だからリバース GND とかの効果があるんですけど、ちょっと望遠とか標準レンズでちょっと撮るとその四隅が暗くなるところが、まあ、ほとんどなくなるんですよね。だからそういう時はハード GND の方が良かったりとか。お、結構このなんか今の質問に対しての答えなんかすごくいい気しませんいい気しませんっていうか、なるほどなって今、そうだよなって今言いながら自分で思っちゃった。なので、まあ、必要だなと思ったらでいいと思いますよ。はい。ね。持ってた方がいいか、まあ、あるに越したことないけど、一枚一枚高いからね。で、もし、なんだったら、リバース GND とソフト GND を掛け合わせると、ハード GND っぽくなるから。うん、そういう使い方やるといいですよ。ね。はい、いかがでしたでしょうか。なんかね、こう私もこういろいろ情報発信する場立場なわけじゃないですか。でもやっぱりね、こう目線がね下げられなくなってくるんですよね。あとそこ自分もやってた時につまずいたはずなんですけど、それを忘れて伝え忘れてしまうっていうことが結構あるんですよ。だそういうね、自分がね、こう正確な情報発信というか、皆さんのために役立つ情報を発信するという意味で、やっぱりその初心者目線の質問っていうのはですね、本当にありがたいですよね。自分がこう欠けている配慮の部分をこう掘り出してくれるというか、まあ、そういうことがあるので、今後もライブ配信にご参加いただいた方はですね、どんどんそのいい質問とか悪い質問とか関係考えずに、自分の知りたいことっていうのはどんどんこうですね、質問してもらえば助かります。まあ、初心者とかね、上級者とか全然関係ないですから、私のライブ配信はなるべくこういろんな人がもうウェルカムな感じでオープンでやってるつもりでございますので、ぜひ皆さんもご活用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。